し、出てきます。疲れたわ、今日は疲れたわ。忙しかったんですよ、めちゃめちゃ。はい、忙しかったんですけど、もうね、なんか動き回ったりしたら、まあまあバタバタしてたんですけど、本当に、まあ、みんなで言ったら、ね、今日なんか珍しくなんかすごいバタバタしてるねっつって、そう、いつもさ、お客さんがたくさん来て忙しいってなっても、意外となんかまあまあまあって感じだったんだけど、今日珍な、本当なんかいろいろバタバタしててさ、ああ、そう、もうヘロヘロです。足が痛い。動きすぎて足が痛い。いただきます。そう、ありがたいことなんですけどね、疲れましたね、ヘロヘロですね。うん。まあなんか、海外の方、今日そうでもなかったな。もう人はね、多いね。ね、大変だよね。それだけで、まあ、言葉は通じないとね、ちょっと大変だよね。私もでも今日話しかけられた。うん。そう、まあなんかテイクアウトもできるから、なんかディスプレイみたいな、ディスプレイっていうの、まあなんか置いてあるんですよ。だこれ何って言われて、英語でね、なんて英語で言ってたかちょっと覚えてないけど、まあな、通じてさ、これ何、まあこういうものですっていう、まあ商品名を打ったわけ。そう、おおってなんか欲しそうだったんだけど、今ちょっとやってないからそう、 No No Sorry っつって、ごめんなさいしといたあ、OK っつって返した。まあね、難しいよね。どう食べるのが正解だ、これ。忙しかったね。そう、なんかでバタバタしてたのは多分なんかさ、お客さんもさ、一組ずつ帰ってって、一組ずつ入ってきてくれてたら、まあ別に飲み物とかもあのごった返したりし、なんかもうバーってならないし、注文も一気にはならないから、まあまあ多分それがね、なんかうまいこと言ったんだと思うんだけど、今日ね結構お客さんの入りと出るのが一緒、みんななんか似たようなタイミングで、そう、なんかみんな似たようなタイミングで帰ると席が空くじゃない。そしたらもうそのお客さん、待ってるお客さんを、あ、じゃあ空いてる席から順番に入れてくじゃん。そう、どうぞどうぞって、このお席どうぞって言ってと、お客さん席に通すじゃん。ってなったら、まあ注文のタイミングまたそれは一緒になるじゃんっていうので、なんかまあバタバタしてたのかな。団体様じゃなくてもお一人様でも結局席、みんな食べ終わるタイミングとか同じで、同じタイミングでお会計お願いします、お会計お願いします、お会計お願いしますってなると、まずその時点で私が全く手が離せなくなるの。そう、私の仕事は基本的だから、ドリンク作ったりレジしたり片付けをしたりする人なんだけど、まあ私がレジから離れられなくなる。で他の人もまあ料理したりとかもしてるから、
そうバタバタしてるとやっぱり手が回んなくなる。で片付けをじゃあするタイミングなくなって、そうで、あ片付けなきゃって、ま、全部同じタイミングで片付けるじゃない、そうなったら。そうでしたら空いた席にいっぺんにお客さんをね何組か入れるじゃないっていうことをやると、まあ多分バタバタするんだろうなっていう。そう、それがね今日はだから似てた、うん、だと思う。うん、忙しかったけどね、お客さんが来てくれるのはすごく、うん、ありがたいので、うん、美味しい。こんばんは。なんか今日さ、なんかみんなヘロヘロだったよ、みんなして終わった後に今日なんか疲れたねっつってみんなして、皆さんもお疲れ様です。明日も混むよ、今日明日は混むよね、うん、明後日はやっぱり、うん、まあお昼の時間はね混むと思うけど、夜はやっぱり、うん、観光客の方はね地元に帰ったりするので、まあちょっと減ったりするんですけど、今日明日は混むよね、うん、なんかやっぱりさ飲食店とかってさ次の日休みだと混むんですよ結構、まあ、もちろん 日にもよるし、うん、あるけど基本的にはねその傾向が強いよね。連休初日ですよ。
無心になっちゃう疲れすぎて無心になっちゃうんだけれども、寒かったですよ。うん。うん、これは。まあ。ちゃんと防寒しておけば外歩いてもまあ大丈夫だよ。うん。私だからヒートテックに。このタートルネック着て、トレーナー着て、ジャンパー着てでしていくんですけど、そしたらまあまあまあちょっと寒いけど、うん、まあごちそうさまでした。店長ありがとう、美味しかったよ、いつもありがとう、美味しいもん。本当にいつもありがとう店長。本当に私あんまりタートルネック好きじゃないんですけど、うん、もうちょっとせめて短いのがいいって。これね、折ってるからね、しかもほら、長いんですよ。忍者かな忍者目指してんのかな。それなくてまあそうやって折って使うもんなんだろうけど、折ったりくしゃくしゃってして、あんまり私は好きだ。うーん、こんばんは。ああ雪降った、こっちね降ってたのかな、なんかもうわかんない。ほんま私が外出てる時は降ってなくってさ、うん、髪ピンクにしないの、リバイバルピンク、あ、したいよ、めっちゃしたい。最近ね、あれいつのタイミングの髪の毛なんだろう、チェボンちゃんの写真を見て、ちょっといつもだろう、この MV のかな、なんか最近あの新曲を出したじゃないですか、そのタイミングのかな、ちょっとわかんないんだけどさ、ピンク髪のがあったんですよ。私それ見てはめっちゃ可愛いと思って、そう、オンマユでピンク髪だったんですよ。ちょっとね出てこないんで、あーこれ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 、ちょっとこれって言っても伝わんないんだけどさ、あのルセラフィムさんのインスタの1月28日の投稿を見てください。はい、まあなんか見たらあのピンク髪のあのパッツンの、オンマイパッツンの、まあちょっとねレイヤーの入った髪の毛のチェオンちゃんがいるんで、そう、これを見てうわマジで可愛いと思ってこれをしたくなったんですよ。オンマユで、オンマユで、まあ、髪の長さはね、まあ、レイヤー入れたらしたくないからしないけど、ピンク髪したいなと思っちゃって、でももう無理なんですよ私は。
そう、私の髪の毛はもうボロボロだ、無理です、はい、限界です。しかもさ、飲食店でさ、まあ別に髪色自由だよと言われてるけどさ、ピンク髪のやついたら嫌じゃない？私は別に気にしないけどさ、やっぱ気にする人って気にするじゃない？そう、でもまあいないんですよ、やっぱり。そう、うん、まあ一人ね、あの最近っていうか2ヶ月くらい、まあ 1,2 ヶ月前くらいにね、あの金髪になった子がいたんですけど、まあ社員さんでね、一人若い子がそういたんですけど、まあなかなか見ないんですよ、そう、金髪の人で、その上でピンクしたらちょっとやばいなと思って、本当はピンクしたい。まあ多分ダメとは言われないんですよ、髪色本当自由だから。金髪もいます、みんな黒だけど大体。うん、まあ髪の毛も無理だし、まあ多分無理です。しません。次やるなら茶色かな、真っ黒は嫌だもん。うん、あ、でもこの前ね、紫色だっけな、あの髪の毛の子を見かけてすごく私は嬉しかったです。石川で紫だっけ、紫だった気がする。もうほんと真紫、なんかブラウンに紫入ってるとかじゃないんだよ、もう蛍光紫並みの紫の人がいて、私は心の中で大歓喜でした。若い子よ、若い子、若い、私より若い子だと思う。あ、そのくらい、その紫、うん、すっごい嬉しかった。話しかけたくなるレベルで嬉しかった。いい紫だね。ね。そんな感じ。こんばんは。ちょっと待ってね。いいな、ピンクしたいな。鮮やかなピンクにするんならブリーチは絶対2回必要だし、ブリーチはもう無理だ。え、何かと思った。リリリさんみたいな、そうそうそう、だからもしやるにしてもインナー上とか茶色に染めて中だけピンクにするかな。表面もピンクはもう無理だね、私の髪の毛死んじゃう、ほんと。もうボロッボロでもうなんかちぎれまくると思うから、せめて中だけ。うん、どうですけどカラーバターとかどうですね、なんか今聞くよね、なんかどうなんですか、
なんか私詳しくなくってさ、聞くけど色入るのかなみたいな。うん、あれもいいな、あの 線みたいな感じで入れる、なんだっけあれ、なんていうん、なんだっけ、ハイライト、それそう、ありがとう。ハイライトでピンク入れるのもでもあり、ハイライトならなんとかなりそう。ちょっと調べてみよう。まあでも結局美容院行かないと分かんないんだけどね、そんなのマジで。そう、美容院の人に止められたらもうね、あーとしかならないんで、もう多分ね、5回ブリーチしてますなんか言ったらね、うわマジかこいつって思われるよ、やべえよって思われるよ。ね、髪の毛ピンキー。そう、しかもハイライトでピンク、ハイライトとかでピンクだったらさ、まあ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 、あのドピンクじゃないから、あのそう黒も入ってるから、まあお店にいてもまあ良さそうお店にいてもまあ良さそうって何やそりゃっていう話ないけど、調べよう。ハイライト。でもまあ何せよ髪の毛はもう染めなやばいんよね。見た私の投稿のさ、下向いてる写真、もうなんか黒髪かよっていうレベルのさ伸びじゃない、やばいよねこれ、ほぼ黒髪だよ。上から見たらもうほぼなんか黒髪なんですよ私、やばくない、もうなんか3センチ3、4センチ伸びてる。なんかね、なんか一回言われたんですよ、初めて染め、あのブリーチした時に、あの2センチくらいまではまあどの髪も同じペースで伸びてくる、でもそれ以上だとやっぱりその伸びが変わってくる、場所によって伸びてるところまだちょっとそんな伸びてないところでなんか長さが変わってくるんだって。だからリタッチ、まあ、その黒いところをねもう一回ブリーチしようとするのがすごい大変らしいの。そうだからなるべくまあ2ヶ月に1ヶ月半に1回もしくはまあ遅くとも2ヶ月に1回は来てほしいみたいな言われたんですよ。そうね、全然やってない何ヶ月よ私、11月末に行ったでしょ、3ヶ月放置して面倒ですな。そう、めんどくさい、しかもさ安いもんではないからさ、まずそう髪の毛染めるのに高い安いなんか言ってたらさ、じゃあ染めんなっていう話なのかもしれないけど、でもやっぱ染めたいからさ、そうやっぱまあお安いものではないので、そうまあそんな1ヶ月半に1回2ヶ月に1回は通ってられんごめんなさい美容院の方。
そうなんですよ。いやでもあれだわ、今さ思ったんだけどさ、ハイライトをちょっと調べて見ながらさちょっとやっていたんだけどさ、私さ多分1回っていうか、まあすごいこれまだらじゃん、まあ、まだらなのまだいいんだけど、金髪にしてんじゃん。で金髪にこの色を変えずに色入れるってしたくないから、一回多分茶色とかに染めるところと、まあ、ピンクに染めるところ、なんかなかなかめんどくさいことなりそう。え、ごめん美容院の人。え、それってどうなるんだろう。めっさ高くなりそう。値段爆上がりしそう。そんなん。普通に染める茶色の分と、インナーにしてもハイライトにしてもその分のブリーチ代、あとその分のカラー、2つのカラー代が多分かかるんじゃない。しかもさ、ハイライトとかグラデーションとか、あのインナーカラー、ハイライトとかはあのデザインカラーなんよ。だから普通にだから全頭のカラーと違ってまたちょっと割増しになるんですよね。そうだからさ、やばい、染めるのめんどくさいな。そう思うと染めるのがすごくめんどくさい。茶色にしよっかな。いやでもな、ピンクしたい。まあね、ちょっとまた考えて。おしゃれって大変ですよ。そうです。ね、とりあえず一回茶色にした方がいいのかな。どうなんだろう。でも一回暗くすると次なんかハイライトとかカラー、インナーカラーするのに、ブリーチするのに色が抜けない可能性があるの。そう、暗くしちゃうとね。そうって考えると下手になんか茶色っぽくもできないなとも思う。そう、ピンクが入らないって言われる可能性がある。あーなんかめんどくさいことになってきたぞ。前頭じゃないってめんどくさいな結構。ピンク入れるんなら絶対ブリーチは必須なんですよ。この金にピンクは入らないから。そうでももしブリーチするんなら前頭は絶対アウトだから、そうあの部分的なブリーチにしようぜっていう話なの。本当何してんの私、バカじゃないの。もうやめとけって、マジでやめとけって。髪の毛が変なことになってる。やめとけって、もう髪の毛限界やぞ。髪の毛泣いてんぞ。美容師さんにも褒められる髪質してたんだぞ。そう美容室行くたびすごい髪質すごいですね。もともとの髪質すごい綺麗だからすごい言われるんだよ。それはな、今お前はなボロボロにしようとしてんねん。考えろということで、まあ考えます。確かに考えます。ピンクでもしたいよな。ピンクしたい。
アンブレラカラーしたい。そう、本当は。表面だね、でもこれ。それはそれでめんどくさいな。でもやっぱり結局やっぱり茶色にしんといけんみたいな。ダメだな。まあ、でも結局染めにはいかんといけん。絶対に染めないかん。これはあんまりなんか見ててよろしいもんでもないと。なんかやっぱりちょっと清潔感をね、もうちょっとなんか別さ、私髪の毛洗ってないわけでもないからさ、あのちゃんとお風呂も入ってるし、なんか汚いとかではないんですけど、なんだろう、なんかやっぱりさ印象は違うじゃない。こんなすごい伸ばしてるとさ、ちょっとヤンキーって言われる。こんばんは。30分になったら歌に行きたいと思います。ねえ、染めたい染めたい。でもな、ピンクにしたらな、なんかな、ピンク、お洋服もでもなんか髪の毛に合わせてやりたくなるから、ちょっと狭まるかな、お洋服の幅がね。私今いろんな色着るからさ、なんだろう、まあそんな気にせず着ればいいんだけど、ちょっと気になっちゃうの。ヤンキーって言われる。本当？お揃いじゃん。じゃん、仲間だね。イエイちょっと喜んでなかったら申し訳ない私もね、そう、仕事はねヤンキーって言われましたよ。そう、私がヤンキー1号、最近で 1,2 ヶ月前に髪の毛染めた、あの社員さんの子が、社員さんの、ま、若い子が2号って言われました本当にもうこんなに真面目に働いてるのに。今ね、だからさ、お洋服とかもさ、なんかもう春色を見始めてるの私は。そう、ちょっと ZOZO とかで、ね、見ながら、やっぱりなんか緑とか黄色とか、なんかちょっとやっぱり春って、春はさ、なんかちょっと色のあるお洋服が着たくなってさ、そう、紫とか、淡い紫とかピンクとか、そう、色があるものをね、すごく着たくなって。だからさ、そういうのに合わせるんならば、やっぱり茶色が一番なんか綺麗にっていう。やんちゃってことか。そんなやんちゃしてないよ、私マジで真面目に働いてる。お、今日疲れたんで寝ます。あ、あら、ゆっくり休んで、おやすみ。じゃあ最近いろいろな色の服着てるよね。うん、めっちゃいろんな色着てる。赤とかも着たし、緑、紺、
黄色も着てたね。ベージュ。何でも着ますね。そうってなるとね、そう髪の毛ね合わせづらいんだよね。でもね、春だね、本当に春だね。だがしかしピンク髪にあのバッグは似合いそうですね。だよね。乗せられてるぞ。いやでもそうだと思う。そのなんか黒系にさピンクってもうごっつ可愛いのよ。マジで可愛い。映えるからね、ほんとピンクとか赤とか。ほんとにそう。もういろんな色のお洋服着たいな、やっぱり春は。うん、最近さ、ちょっとスカートをさ、ミニスカを履きたくってさ、そう探してんだけど、ちゃんと服をインしてね、そう履きたくって探してるんだけどさ、なかなかさやっぱりサイズがなくってさ困ってる。全部でかい。すごい欲しいんだけどな。なんだろう、大きめに作られてる？もうちょっとちっちゃめサイズも欲しいなって思いますね。プリーツスカートとかだって可愛いじゃない。そうインしたら、可愛いじゃない か持ってないわけじゃないんですよ、スカート。でもやっぱりサイズがねちょっと大きいとどうしてもインがしづらくなるというか、インができないんですよね、もはや。そうだからスカート履いてトレーナーとかね大きめのを合わせて着るんだけど、そういう場合はそうね、インできるスカートが欲しい。私インできるスカート今ね1個しか持ってないから。ひかちゃん痩せてるんじゃなくて、多分身長もちっちゃいからさ、そっちじゃないかな問題は。身長がちっちゃいからさ、ちょっと合うのがないよねみたいなね。はい、ひかちゃんね本当はもうちょっと大きくなりたかったんだ。かなぴー、10センチ欲しかったな、欲しかったな、
ナピーマン、カナピーマンよ、ピーマンピーマン、ほんとに。そんなこと言ってももう身長は伸びないんだけれども、まあ伸びたとって160はもう絶対的にいかないよねっていうね。普通に言ってるのは金だね。そう、大きいです。なんかデニムとかはさ多少大きくてもさ、まあ縫ったり、まあちょっと詰めたりして、まあなんとかなるんですけど、スカートはそうもいかないという。ベルトついてるのもまずないしね。そんなベルトついてても穴とか少なかったらちょっと難しいんです。だからちょっとスカートは、そうだから最近スカートを履くときはね、本当にトレーナーとかでそう着るっていうね。30分ありがとう。そしたらねカラオケしましょうね。だけは子供服売り場へ。私でもお尻大きいから多分丈とかの問題で多分パンツ丸見えだよ。やばくない？あの捕まる。この歌はない。さよならなんてこんなに
嫌なことなら直せるように頑張りたいから、ねえ何でも話して、そんな風に優しくしないで、君のせいじゃないなんてずるいよ、よりももっと寂しい、ぶつかり合った過去に戻して触れたい触れたい、君の体温心冷たすぎるよ、やめたいやめたい、こんな私どうやって笑えばいいの、絶対に永遠にずっと一緒だよ、そうやって話していたね、ないかな、なさそうだ、なさそうだ、ダメだ、で生まれた世界、一番先に君に見せたかった、空っぽの部屋そっと抜け出して走り始めてた、息弾ませて丘を登ると君が先に
ついて待っていたね。たくさんの初めて君と見つけた宝物だった。悲しさで溢れた時は何も言わずにただそばにいてくれたね。深く息を吸い込んだ。ひばりが高く空を泳いでく。何回だって間違いをしよう。大丈夫と笑い飛ばそうよ。優しい手が僕を連れ出した。いつも心の中あるよ。夕暮れなんて好きじゃなかった。ちょっと小さな嘘をついたりした。もう少しだけ一緒にいたくて「どうか変わらずにいて」「抱きしめたら壊れそうだった。だからそっと両手で包んだ。君がくれた小さな決意を今解き放つから、ありがとう。また会おうね。約束をしよう。どうか君は幸せでいてね。僕のすべて君がくれた道、ずっと心の中光るよ。これを伝えます。これは神様のいない日曜日というアニメの歌です。難しいアニメですけど、ちょっと私は結構難しいです。パパとね、あの娘のちょっとあれが泣けました。終わらないメロディーを歌い出しました。
し切なくて、でも止まることができなくて嫌いになりました。たとえ大切な君のそばでも Light on the planet 見える景色は同じにはできないのです。心も未来も笑顔もそうまだ見ぬ愛も
るじゃん。
い、これ歌おうかな歌えんのかな、久しぶりにちょっと。あるかもまだわかんないけど、たら歌おうかな、今ちょっと聞いてたんですけど、あった気する。あ、待って、ないわ。こき、あった、あった、びっくりした。ちょっと初めて歌う、多分これ Everybody 本気じゃ明日は見れぬさ、さらば穏やかな日、浮き目はいつもと落として気づけば活撃前線、やると決めたならマジさ、さらば穏やかな日、ジタバタして臆するだけじゃ変わらないさ、じっと黙ってちゃ僕の正義が騒ぎ出す、 Yeah! キレギレ魂、火を灯して熱くなれ、もっともっと負けやしないぜ、譲らないぜ、逃げないがアイデンティティ、世は切り捨て守れポリシー、踊るんだ人生をガシャバシャバでもいい、自分だけの魂燃やしてゆこう、勝手にマイソー、銀魂の歌です。順風満帆 yesterday 一触即発 day by day、 されども明日は笑うさ、きっと素晴らしい日、気だるいことばかりでも逃げたら後悔するだけ、当たってくだけでいいさ、きっと素晴らしい日、あだこだくすぶるだけじゃ変わらないさ、ずっとこのまま、どうにも正義が騒ぎ出す、 Yeah! キレキレ魂、諦めずに夢を持って、もっともっと無様がなんだ、笑い飛ばせ声上げろ、アイデンティティ自分だけでも信じろ、自分誰だって人生を犯し、足を止めずに思うままに魂燃やしてゆこう、勝手にマイソン、勝手にマイソン、勝手にマイソン、必中じゃ No No No、キレキレ魂、火を灯して熱くなれ、もっともっと負けやしないぜ、譲らないぜ、逃げないがアイデンティティよ、皮切り捨て守れポリシー、踊るんだ人生をガシャバシャバでもいい、自分だけの魂燃やしてゆこう、なろうぜ夢見ようぜ、待ったなし人生をかがむしゃらでもいい、自分だけの魂燃やしてゆこう、勝手にマイソン、
ティッシュさんの曲でした。かっこいいね、久しぶりに聴いたけど。つまずいてからどのも何回目報われるかもわかんない。それでもいてもというなら黙って足んないぜ。いつかじゃなく今くらいで。私はこういう歌の方が歌いやすくて好きですね。あの音が合ってる、すごく私に。かっこいい曲好きなんだよ私。あと2曲にします。大丈夫だよ、回ったけど。何だかな。
す先に私がいられたら、どんなに幸せだろう。優しくされるとまた苦しい。あと1曲です。何しようかな。
伝えるか分からんけど、ちょっとそっちに入っ、カラオケに入ってないんで、これこっちでアカペラで歌います。アカペラっぽく歌います。これね、まあいい歌なんですよ。高いところがあるよっていうのと、はい、まあちょっとそっちに入っていないよっていうね。まあいきますね。これアトラクトライトっていう曲です。まあ多分いろんな人歌ってるはず。そう、アトラクトライトっていうカタカナですね。アトラクトライト歌です。じゃあいきます。もうすぐ始まります。まだ青くて拙い、脆くて足りない、小さくて弱くてどうしようもない、僕だ。知りたかったんだ、成功と失敗、丸と×の境界線を引くとしたらどこだろう。それじゃあ×が丸になって、失敗を乗り越えたとしたら、それを何と呼ぶんだい。いつか名前をつけよう。夢は叶わない、願いは届かない、だから歩くのをやめてしまうのか。努力は報われない、誰も認めてくれない、だから走るのをやめてしまうのか。止まってしまうのか。やめてしまいたい理由なら10も100も1000もあった。でもその全てがちっぽけに見える一つがあった。逃げ出すための言葉なら飽きるほど浮かんだ。でもそれをこぼさないだけの輝きがあった。なんか切り替えが下手だな。こぼさないだけの輝き、知りたかったんだ、明日と今日の大人と子供の境界線を引くとしたらどこだろう。大人になったらあれになりたいってみんな言うんだけれど、じゃあ何にもなれないんだろうか。今日の僕は3年前誰かが夕空に投げた言い訳はもう忘れた。必要のない言葉ない、いつか口ずさむ歌にでもしよう。道しるべなんてない、誰も教えてくれない、だから足跡は交わったんだ、出会えたんだ。壊してしまいたい夜なら10も100も1000もあった。でもその全てを飛び越える羽を持っていたんだ。あの日始まった物語はどこに向かうんだろうか。明日からの僕に関する宿題が増えたみたいだ。なんかちょっと早撮りしちゃってんな。横一列でスタート切った、あの日の僕らはもういない。君の行く場所に、僕の行く場所に、それぞれは必要ないから。いくつもの挫折を越えて、いくつもの冬を越えて、花が開くように、青い宝石が輝くように、だって見つけたんだ。眩しくて仕方ないんだ。そりの正体は、あやめてしまいたい理由なら10も100も1000もあった。でもその全てがちっぽけに見えたのはどうして。待った物語が向かう先で僕ら見つけた光を照らし合わせて、答え合わせをしよう。思い思い描くってあった一つの青く光る一瞬のきらめきを。はい、終わりです。いや最後これなんかあれだからなんかちょいちょい私的にミスってるんで、全然ミスってるんで、普通に
違う歌最後にします。これで終わるとちょっと納得いかないすごい音がハマってなかった。最後ボロボロだったし。よし、じゃあこれこの人も歌えるかな。最後の曲です。僕が ちょっと待って私の知ってる曲じゃないこれはあれそんななんかそんな活発な歌だったのそれ。あれちょっと待ってね、今びっくりしたんだけど音楽流れて。私もっとさ静かな曲調を想像してたよ。僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。これもね本当は違うんですよ。私の知ってるやつと全然早いし、こんなこれ和楽器バンドさんやつは早いんですよもっとゆっくり歌うもんだと思って。今日は高知の地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんて考えてなんかいないさ。嫌でもちょっとほっとは考えてたかも。なんでメリーゴーランドみたい回る僕の頭の中はもうぐるぐる。早くないちょっと違う歌にする。早いもんだって。じゃあ違う分かった。これをさこれもこっちで歌おう。もうあるならカラオケで歌いたかったけどちょっと無理そうだ。きっとね私の知ってる歌聞いたらあそんなんなのってちょっとびっくりすると思う。ボカロなのかな。ちょっともともと多分ボカロの歌なんだと思う。でも多分いろんな人が歌ってっていう感じのだけど違うんですよ私。ちょっとまあ同じ曲です。天の尺っていう。あこれピアノバージョンなんだって。私はこれが好きですねこの歌は。僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたら
らこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。曲自体は全部今の一緒です。今歌ってるのも一緒です。さっきと全然違うでしょさっきと。今日は高知の地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんて考えてなんかいないさ。嫌でもちょっと本当は考えてたかもなんて。メリーゴーランドみたいに回る僕の頭ん中はもうぐるぐるさ。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛はどこに捨てよう。限りのある消耗品なんて僕はいらないよ。ずっと前から思ってることを話そうか。姿は見えないのに言葉だけ見えちゃってるんだ。僕が知らないことがあるだけで気が狂いそうだ。ぶら下がった感情がいいなのか汚いのか僕にはまだわからず。捨てるあてもないんだ。言葉の裏の裏が見えるまで待つからさ。待つくらいならいいじゃないか。進む君と止まった僕の縮まらない隙を何で埋めよう。まだ素直に言葉にできない僕は天性の弱虫さ。この両手からこぼれそうなほど君に渡す愛を誰に譲ろう。そんなんどこにも当てがあるわけないだろう。まだ待つよ。もういいかい。ありがとうございます。こういう私の知ってる曲はこういう曲調です。はい、あのすごいだん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 こういうリズムではございますが、私の知ってたやつは。ありがとうございます。ちょっとびっくりしたな。なんかさ、こういう歌詞だからさ、まあなんかどっちかって言ったらさ、明るい曲ではないじゃない。だからさ、こっちが本当だと思って、あのこういう系なのかと思ったら全然違うんだねすごいノリノリだったよ。なんかね、面白いよね。はい、ありがとうございます。ということでね、ランキングいきたいと思います。13位ホチと32位00563、11位エイトさん、11位チキューさん、キナナタさん、8位ユウコさん、7位カワさん、6位カボちゃん、5位桜のお友達さん、4位サルキティさん。
さん、再開さん、にけんいちさん、いきゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうたさん、けんいちさん、かいさん、桜のお友達さん、地球さん、ソソさん、ななたさん、0056さん、ななたさん、地球さん、川さん、サルキチさん、情報技術研さん、カイさん、エイトさん、ニシさん、ガッシュベルさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に遅くまでありがとうございます。はい、そして本日も一日お疲れ様でした。皆さん、ね、ゆっくり疲れをとって、はい、風邪ひかないように暖かくして寝てくださいね。それでは本日はこれで配信終わりたいと思います。お、コンペスト買った。作って作って、マジで美味しいから。はい、それではまたね。体調気をつけて、本当におやすみ、ありがとね。遅くまで、そして長時間ありがとう。おやすみなさい。ゆっくり休んでね。